地は絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか？ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン2第6節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。チャンスボールになるか。シュート、シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。さあ、ここからな、1点を先取しました。さあ、もう一度見てみましょう。落ち着いています。ゴール、マーベラス、スーパービューティフォーゴール、素晴らしいゴールです。先制直後に同点弾を叩き込みました。さあ、もう一度見てみましょう。トリッキーなプレー。おっと、ファールを取られました。ここは集中どころでしょう。ヘッドでつないで、素早いです。前が空いた。スペースができている。いいボールが出た。これはちょっと危険なプレーでした。ゴールキーパーが味方を鼓舞するように大きな声を上げています。スペースを埋めます。さあ、ここからどう攻める。宮を狙った。必要なスポットライトから逃れようとするかのごとく、華麗なドリブルを披露しています。おっと、足がかかった。ここは集中しなくてはなりません。
フサイド。いや、タイミングはいいですよ。繋がればチャンス。さあここからどう攻める。スライディング。プレーを切ります。リターン。さあここからどう攻める。シュート。これはゴールキック。キックミスでしょう。コーナーです。さあ、チャンス到来。スローイン。スローイン。スローインです。スローインです。華麗なドリブル。さあここからどう攻める。ここで前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は2対1。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、もっと前へ前へという意識が欲しいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦キックオフ。これはファールです。監督も心配そうに見つめてますね。ディフェンダーに当たった。これはファウルです。シュート。これはゴールキック。あ、失敗。がっくし。とほほ。
シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。さあどちらがボールを支配するのか。ニアに合わせた。ここで折り返す。シュート。外れ。ヘッドで。ここでシュート。シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。抜かれた。スローイン。前が空いた。後半30分経過。スローイン。スローインです。スペースができている。コーナーキックです。さあチャンス到来。これはチャンスだ。激しい攻防。ファーサイド。決まった。ゴール。エクセレントゴール。気迫が違います。試合の流れを呼び戻しました。さあもう一度見てみましょう。動き出しが素早いです。繋がればチャンス。これは惜しい。ヘッドでパスを送る。一進一退。おっと、試合終了のホイッスル。時間切れ。引き分けです。手に汗握る熱戦でしたが引き分けに終わりました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんありがとうございました。失礼しました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。